やっぱこれあのレース前はピカピカにするんですか？レース前はもうピッカピカにする。もう毎回飛ぶたびにピカピカにして、セッションの前に掃除して。結構タイム変わっちゃうんだよ、これで。特に羽の前側とか、繊細な部分もあって、まあ、そういうとこは本当に綺麗にして。ほんま1秒でもね、早く行こうと思ったら、まあない方がもちろんいいからね。意外とね、あの水拭きなの、これ。いろんな薬剤が残んなかったり、いろんなコーティングとかも含めると水が一番いいんです。うん、機体のチェックを兼ねる感じなので、掃除してるとやっぱ細かい傷とかいろんな塗料の剥がれとかいろんなことが見えるので、掃除は結構パイロットの基本かもしれない。大事にしてあげると機体結構持つから。扱いが悪い機体ってそういう人が乗ってる機体ってよく壊れる飛行機も感じてると思う。やっぱね、可愛がんないとね、なんかね、機嫌悪くなる。壊れたり。